っと集中力が途切れたんで練習のギター配信を途中で挟みました。ちょっと今ね、全体と大集合が6月の26日にあるんで、56にあるんで、それの練習をしてたんですけど、ちょっと集中力が切れてしまいましたので、練習を始めました。じゃあ電鉄のコンサート行く、ありがとう。とかね、てかここ暗くて申し訳ない。今からチューニングします。全鉄楽しみだね。ああ携帯が、もしかして緩めてないのか。前回やめたときに弦に緩めてなかったらしい。あ、すぐ終わった。よっ、こんにちは。こんにちは、こんにちは。皆様は本日日曜日か、日曜日何をしてらっしゃるんですか。この時間は日曜日だね、今日。そういえば言われてみれば、
1番しかコメント来ないな話振ってないからか。旅が皆さんは何をする予定ですか。まくり出しさんにご飯な、あ、ご飯作ってる。何作ってるの。何作ってるの。ここだな。あ、小説読んでるのめっちゃいいね。いい過ごし方。最近本読んでないな。え、このギター弾きながら喋ってて声って聞こえるんですかね。こんにちは。聞こえてる？本当？もっと近づけたらもっと声聞こえるかな。ギターの練習してますよ。あ、ギター披露したら？これです。ヒデさんありがとう。バケハナナさんが昔誕生日プレゼントでくれたやつ。弁当食べたことある気がする。なんか一回出たことがある気がする。1、2回。あれ覚えてないな。ジョジョエの焼肉弁当食べたことあるかな。皆さんからもらいました。プレゼントまだ開けてないです。まだ会ってない最近。なんかもっと優しく弾こう。ちょっと優しいから。
キヒヤギさんありがとう。今日のお昼ご飯まだ決めてないんですよね。ゆうがりんさんありがとう。いいえぎさんありがとう。パンケーキでおすすめの店？パンケーキなあ、あんま食べないからな。なんだろう。あ、一回武蔵野森コーヒーっていうコーヒー屋さんのパンケーキ食べた、美味しかったです。パンケーキってふわふわなのと硬いの2種類あるじゃん。どっちかが好きかでもよるよね。そっちはふわふわな時やつ。待って、ちょっと爪伸びちゃってる。切らないと。いやでもね、原宿じゃなかったんだけど、なくなっちゃったんだよね。原宿とか行けるなら原宿いっぱいありそうだよね、美味しそうなとこ。あ、これ奈良さんにもらって言ってたよ。
応最後まで今通してみる。最後までっていうかイントロからサビ終わりまで。こんにちは。もう二十歳よ、あと19日で。早いね。父の日なの今。あ、今日父の日だ。そうや、朝そう思った。人生は音程が봐봐. 든짝 단단 팜 봄보고 봄봄봄. 난지였다. 8시 くらい. 안녕하세요. 여러분의 오늘의 점심을 알려주세요. 그 중에서 생각합니다. 1分で指痛めた。指痛くなるよね。お鍋？お昼？すごい。お弁当？いいね。
てる？ちょっとお昼ご飯の時間超えてさ、ここにいるからさ、ご飯コンビニ買いに行かなきゃいけない。もう指を覚えさせるしかないよね。あ、ここだって、ここだ、ここだ、ここだ。ご飯買ってから来ればよかった、配信すればよかった。プリ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 、そう、同じ曲弾いてる。そう、季節が私の季節よ。みんなに聞きたいことがあったんだけどさ、 AKB48 最近聞いたの私の宣伝動画ってさ、テレビで流れるんですか？あれ流れると思ってたんだけど、流れ録画し、あの AKB48 最近聞いたのを録画してもダメってこと？それともテレビでは流れないってこと？みんな見たわ私のテレビ、愛知に住んでる方しか分かんないか。でもに住んでる方で放送されてるの見ましたか？私も YouTube だけで見たんだよな。
スンはないんですよ。一日お休みです。今日は一日お休みなんで自主練に来ただけですね。今日さ日曜日か。でもやるって忘れてたな、日曜日ということを。頭がいっぱいすぎて。休憩タイム。あばばば、ちょっとお昼ご飯を買ってきてもいいですか。ちょっと一周配信も聞いてお昼ご飯を買ってきていいですか。お腹が減ってきちゃった。そう、ちょっとお腹が減ってきてしまった。ちょっとスーパー買ってこうかな。よいしょ。あ、おにぎり持ってくればよかった。ランキングだけは今回の13位まさくまさんありがとうございます。12位ジャートマーク群馬に青だしだしさん、んちょっと難しいな。ジャンさんありがとうございます。10位ぬどぎゅうりんさん、ぬどぎゅうりんさんありがとうございます。9位 S のアペアとマークイエスさん、 S のアペアさんありがとうございます。8位大ちゃんとマーク UF2 次元は裏切らないさん、大ちゃんさんありがとうございます。6位スーさん、あ間違えた、7位スーさん、スーさんありがとうございます。6位しゅんごさん、しゅんごさんありがとうございます。5位スノーさん、スノーさんありがとうございます。4位ちまさん、ちまさんありがとうございます。3位のりやっとマーク US さん、のりさんありがとうございます。そして2位はゆうごりんさん、ゆうごりんさんありがとうございます。そして1位はひいらぎさん、ひいらぎさんありがとうございます。でちょっと一瞬お昼ご飯買ってまた配信復活します。今の世の中はペイペイというものが使えるから携帯しか持ってかなくても大丈夫。なんて便利な世の中だい。多分まあ20分、長くて20分くらいで戻ってこれると思います。じゃあ行ってきます。またねん、いただきます。やっほー、ちょっといろいろあって遅く、ちょっと遅くなったかも。なんか鶏だしスープの米粉麺だって。うんうんうん、米米
ただいま、もうお腹すきすぎて我慢できなかった。最近すごい思ったことがあって、私早食い結構早いんですよ、食べるのが。早食いって良くないなーって思いながら食べてたんだけど、最近昨日かルンちゃんとすごいゆっくりご飯を食べてみたら、すごい満腹感を得られて、夜ご飯間違えた、ご飯をゆっくり食べることってとても大切なことなんだなと思いました。満腹感を得るにはね、早食いは歌だけのルール、そんなルールないよ。早食いしろってどんなルールやねん。みんな昼ご飯食べたかにゃ。ご飯。こんにちは。こんにちは。あ、見て、箸逆で食べてた。こっち上だわ、こっちが下だわ。あるこの間違い。一番遅い人がお皿洗うの？なんかせかせかしちゃうね。せかせか。
公園がもなかなか当たれませんか。なんかセブンイレブンで売ってたこれ食べてます。鶏だしスープの米粉麺、高い390円くらいする。サラダは食べたいけど高いからやめた。あ、コンビ。なんかもうやることがなんかやんないといけないことが多すぎて、てかなんかやらないといけないってか、ゆりさんにがあったん、なんかあれもやんなきゃ、あ、これもやんなきゃ、あ、あれもやんないとみたいなね、今もうなんかずっと焦ってる今やばい、時間が足りないってずっと、あ、時間足りない。ひできさん、ありがとう。そう、コンビニにあったの。え、さっきさ、今の時代はペイペイ使えるからペイペイで行こうみたいなさ、ちょ、私ドヤ顔でペイペイ携帯だけで行けるわって言って携帯だけ持ってったんすよ。不意に、あ、スーパーの方がいいわと思って、スーパーの方が安いしと思って、スーパーでそば買って、そばとあの和菓子を買ってお会計行くと思ったら、待てよ、ここコンビニじゃないからペイペイワンチャン使えないなと思ってレジ 見に行ったけど、やっぱペイペイ使います的なことが一個も書いてなかったから諦めてコンビニ行ったら、コンビニのものが全部高く見えて、ああやっぱりお財布は持ってくるべきだったなって後悔してた。取りに帰るのもめんどくさくて、まあコンビニで買いました。高いからね。腹筋してますか。腹筋は、腹筋ってか下腹部を鍛える筋トレはしてます、毎日。やばい、緊張してる今。もう前鉄大集合が楽しみ&緊張すぎて、って感じ。
自分はいつもスマホケースに1万円を入れてます。いいね。どうしよう、緊張で緊張で胃が痛くなってきた。まだ本番まであと1週間、ん1週間もない。情緒なんで待て、今日が19日ということは明日が、今日入れなかったら6日後が本番だ。早い。でも投資レハとかはもうとっくにもうちょっと前にやるから、もう覚えなきゃいけないし、一旦今日の目標は一旦レッスン上では歌の練習したくて、マイドリームとか練習したくて、親のためとか、いつの日かとか、二人の夢とか、ジョマイラブの劇中で歌う曲の練習もしたいし、でも前徹の練習もしたいし、緊張で死にそうだし、前徹大集合は横地さんプロデュースではございません。一人で練習、そう。緊張してきた。うん。やらなきゃって思ってるからいけないんだ。楽しんでやろう。ラララララランダ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 ン。楽しんでいこう。じゃあ最後に心を落ち着かせるためにギターを弾こう。美味しかった。ごちそうさまでした。あれ？ピックはどこかな？落ちてた。お、どうでしょうか？よいしょ、ちょっと綺麗にしてゴミ捨てに行きたいな。あとで捨てようかな。あとこの配信は1時で終わるわ。じゃあ一旦1時、1時過ぎくらいかな。ちょっと1時
来週の金曜日イベント始まる？金曜日だっけ始まるの？ん？そうか。てかさ、このイベントにさ、間に合うためにさ、アイシャドウ買ったのさ、アマゾンで。で、アマゾンのアイシャドウさ、18日から24日くらいまでに、25?24? とか届くとか言って。ちょっと24に届いたらワンちゃん間に合わないかもしれないって思ったんだけどさ、まあでも18からって書いてあるし間に合うかって思ったのに届かなさそうなんだけど、アイシャドウ間に合わ、アイシャドウ間に合わなさそうなんだけど、せっかく買ったのに、MM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 
はいはいはい、まあ、笑顔、待って今どうだ、顔もねいられよもあように見そこお願いした、君には目も通ってしたい、間違えた、せっかく会社の買ったのに、いや1日くらい早く届くやろって、いや18から24なら、まあ、23までには届くやろって思った自分がいけなかった。ショックすぎて抜けてきた、ショックすぎて抜けて
ックすぎる。まだわからない。まだ希望は持ってる。だって。え、ちょっと待って。ちょ、聞きたい。あのね、ここには6月24日までお届けって書いてある。24日までにお届け予定って書いてるの。でも、それを開いたらなんと、ちょっと危ないんだけど、金曜日のお届けって書いてあるの。金曜日のお届け？金曜日って24日やん。なん、もっと早く早くしてよ。でも待って、でもね、開かなかったら6月24日までにって書いてある。開かなかったら、でも開いたら金曜日までにお届け、金曜日にお届けって書いてある。金曜日にって。でもね、その下の配達状況は、その下のところにもう金曜日までにお届けって書いてある。どう思う？届くと思う？早く早く発送して、早くお願いだから早く発送して、私のアイシャドウ早く発送してください。お願いです。え、待って、え待って、私2900円で買ったのに安くなってるしこんなひどいことある？こんなひどいこと、商品キャンセルできないかな。でも多分できないんだよな。これ何回もやったけど前できなかったもんな。お願いお願い、キャンセルできて、お願い。てか安くなってるんだけど、みんな安くなってるんだけど、ひどい、安くなってるんだけど、今買ったら2900円か2314円で買える。ひどい、ひどすぎる、ひどすぎる。ここ防音室、ちょっとちゃんとドア閉めてるかな。閉めてる、ひどすぎる。アマゾンひどすぎる。散々だ、私が買った時には2900円だったのに今2300円。それも、無料配送お届け日時して明日8時から12時の間にお届けって今注文したら、え、でも残り1点、おかしい。ちょっと待って、てかなんでさ、はおかしいわ。なんなんで2300円になったの？レイレイ、なんで私がいない間に2300円にしたんだよ。ウィーン、ピンピンピン。でも前ね、これ何回もキャンセルしたんだけどね、キャンセルさできなかったさ。そうさ、キャンセルさできんかったから若干諦めてるよね。なんでこんなについていないの、僕が、あ、音全然違う、何したっていうの。ああ、なのにもうおかしい。
キャンセルダメしてる。でも多分キャンセルできませんでしたってメールがあと5分後くらいに多分届くと思います。まあもうちょっと待ってみようと思います。こういう時は私が大好きなあの歌を弾こう。出てくるかな。そうそう、でもね、でも外国の商品だから遅いのもあるんだけど、お願いキャンセルできて。買ったらアイシャドウは2個いらない。食べ物だったらもう1個買ってもよかったけど。あー、スクロールできないよ。ジョジョ不安定すぎる。ジョジョ不安定すぎる。ジョジョ不安定すぎる。間違えた。1,2,3,4 フレットはここ。ちょっと一回ラッキー。はい、次。6フレット。1,2,3,4。あ、1,2,3,4,5,6。はいはい、全然。おかしいおかしいおかしい。ちょっと待って。はい、スクロールします。もうね、何も考えてない。ちょっとまあ、今どこですかね。ちょっとまあ、あ、間違えた。あ、当てるか。ちょっと待って、ちょっと待って、一回しみなふりして、そのちょっと低い、ちょっと低いかな、まあいいか。
低いね。ニーノンバースなんかこう受験の時にストレス溜まってたらこの曲弾いてたギターで。はい、お願いキャンセルできて、お願いキャンセルできて、お願いです。私のこのアイシャドウキャンセルして注文し直させてください。お願いです、お願いいたします、お願いです、お願いです。はっ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 するリクエスト、ちょっとし、アイシャドウは絶対本番に間に合わなさそうだしって思ってたのに。
と 何があったのってコメントが来たから、ゆうがちゃんから説明しよう説明しよう、ポケモンゲットだぜ。説明しますね、落ち着いて。先ほどですね、私は今月の25日と26日に前列大集合っていうイベントを愛媛県の坊ちゃん劇場でやらせていただくんですけど、もう私はそのイベントにもとっても気合を入れて、まつげパーマもしたし、眉毛もカットしたし、もういろいろと気合を入れたわけですよ。でアイシャドウがないからアイシャドウを買おうと思って、3000円のアイシャドウをですね、まあ、詳しく言ったら2900円なんですけど、2900円のアイシャドウをアマゾンで購入したんですね。でもそのアマゾンで購入した時は、あの私クレジットカードとか持ってないから、いつも ATM で振り込むんですけど、 ATM 振り込みだとアマゾンプライムの明日便みたいな、明日届くみたいなやつが、できない、使えませんってなって、でもそれを使わなくても6月の18日から6月の24日には届きますって書いてあったんですけど、ちょっと6月24日だとちょっと間に合わなくて、まあでも6月の18日から6月の24日だから、まあ23日までには届くやろうと思って、私はそれを注文いたしました。しかしですね、最近になってチェックするといまだに発送されておらず、あーね、おかしいなーと思ってたら、ちょっとだんだん金曜日に到着予定感が半端なく出てきまして、私はマジかよ、金曜日に到着したらこのアイシャドウが持ってけないじゃん、持ってけなかったら私アイシャドウ使えないじゃんってなったんですね。でまた同じのを買うのも高いしなと思って、でちょっとさっきその買ったアイシャドウのページを見たらですね、なんと買った時は2900円だったのに、なぜか今は割引されて2300円になってたんですね、まあ、20% 引きだったんですね。で、私が買った時よりも600円も安くなっているっていう衝撃を受けまして、もうそれでもちょっとショックだったんですけど、で届かないこともショックで、私は今すごくすさんだ心になっておりました。しかしですね、ちょっと一回キャンセルしてみようと思ってキャンセルしたら、なんとキャンセルができちゃったんですキャンセルができて、そしてさっきの2900円のお金が返ってきたんですよ。それがアマゾンギフト券として返ってきたから、コンビニ ATM じゃなくても払えるってなって、そのおかげで2300円をコンビニ ATM に行かなくても今すぐ払える状態なので、なんと明日届くあのアマゾンプライムの便が使えるってなりまして、なんと600円安く、それも明日届くようになりました、イエーイっていう情緒不安定な配信でした。
仲良い。ああ嬉しい、ありがとう、みんな見届けてくれてありがとうございました。元気にリハができそうです、自主練がこの後も地味にショックだったの最近の。あー届かないかもって、今日もレッスン場向かいながらさ、あーせっかくアイシャドウ頼んだのに届かないかってショックだったの。でも僕それも600円も安く買えた。神様は私のこと救ってくれたんだわ。クリカの審査通らないの？うん違う、クレジットカードはお母さんが使わないほうがいいって。なんでかっていうと、クレジットカードってさすごく便利だけどさ、やっぱりさこう詐欺とかに遭いやすいじゃん、クレジットカード持ってたらね。ネットとかでも特になんか変なサイトで商品買っちゃってクレジットカードを入力しちゃったとかさ。だからクレジットカードは怖いから使わない方がいいって言われてるの。でも私も自分は危ないなと思うから使わないの。そうそうさ、そうそうさ、600件大きいよね。ありがとう、ありがとう、はいもありがとう。怒られる怒られる、着々と片付けを進めております。神様ありがとう、私に私のことを見ててくれたのね。私は正直諦めてた、アイシャドウは前日大集合には間に合わない、そう思ってたの。でも神様は私のこと見捨ててはいなかったわ。どっかのお嬢さんの、お嬢さん風、誰だ、もう私はもう神様に見捨てられた、そう思ってた。だけど違ったわ、神様は私を見捨てていなかったどういうテンション、嬉しいな、ただ嬉しいな、はい、嬉しいな、嬉しいな、嬉しくて踊っちゃう、嬉しくて踊っちゃう、あちゃ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 パパンガパン、チャチャカチャチャチャンチャチャン、チャチャカチャ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 カチャ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 、はい、ということでですね、本日の配信終わりにしたいと思います。そりゃ嬉しいわ、だってまつげパーマもして眉毛もしてなのにアイシャドウがないなんて、そんなのあげがない赤いキツネと同じよ。ちょっと何を言ってるか分かんないわ。でもさ、せっかくここまで頑張ったのにな、今の自分の最高完璧を出したいじゃない。なのにさアイシャドウがないなんて、そんなの無理。せっかくここまで頑張ったのに、あそこ、そうだってしばらくこういうイベントってないからさ、ちゃんと気合を入れていかないとと思ったの。アイドルとして頑張らないとって思ったの。だけどアマゾンさんがアイシャドウを届けないって言うから、一時はどうなるかと思ったわ。あ、鳥さんおはよう。あ、リスさんもおはよう。本日はとてもいい天気でございますわね。赤いキツネと緑のタヌキ。あーもう11時間違えた、13時半か。3時に10分が鼻かゆいわ、鼻がかゆいわ、鼻が、え、なにこれなにこれなにこれ、え、なんか変なの開いてる、あーびっくりした、
心のお天気もとってもいいんだね。その通りです。私は今心が晴れやかです。こんなに分かりやすい人間はいないかってくらい明るくなったでしょ。今から何しようかなと思ってたのかな。でもあと1時間半か。歌だな、歌の練習かな。でも1時間も歌歌ってたら喉痛くなっちゃうかもしれないから、どうしようかな。悩むな。 何を優先すべきかな。今日はもう明日のリハの曲を起こさないといけないかなと思ってるから、多分みんなパン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 だから、パン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 。今あとまた何曲が覚えなきゃいけないの。お昼ご飯は食べた？はい、食べました。この配信の中で食べました。とっても美味しかったです。お昼寝しない？お昼寝はしないわ、だって時間がないもの。ああ、なんだろうこのキャラクター、気になるな。よし、終わりますか。一旦歌の練習してきます。じゃあ、まあ、踊りとかは正直歌はあんま大きい声で歌える場所がそんなないからね、ここでしか。じゃあ歌の練習をしましょう。じゃあランキング見ますね。13位ジャガさん、ジャガさんありがとうございます。12位チップさん、チップさん、チップさんありがとうございます。11位グワボ、グワポ、グワポアットマークグンマニアさん、グンマニアさん、間違えた、グワポさんありがとうございました、間違えた、ありがとうございます。10位夏希さん、夏希さんありがとうございます。9位 S のアンペアアットマークユエスさん、 S のアンペアさんありがとうございます。8位クロマティさん、クロマティさん、クロマティさんありがとうございます。7位ヌドギューティさん、ヌドギューティさんありがとうございます。6位スーさん、スーさんありがとうございます。5位フォレスト系男子さん、フォレスト系男子さんありがとうございます。4位チマさん、チマさんありがとうございます。3位ユーゴリンさん、ユーゴリンさんありがとうございます、ありがとうございます。2位ノリアットマクユエさん、ノリーさんありがとうございます。で、1位はヒイラギさん、ヒイラギさんありがとうございます、ありがとうございます。みんなのおかげでアイシャドウが間に合いそうです。本当にありがとうございました。アマゾンさんもありがとうございました。急なキャンセルにご対応いただき誠に感謝申し上げます。いやありがとう、大地ありがとう、空ありがとう、酸素この世界に感謝、ファンの皆さんもありがとう、私を育ててくれたご両親ありがとう、ご両親を育ててくれたご先祖の皆様ありがとう、カムサムニダ、こっちも嬉しい、ありがとう、一緒に喜んであげてくれていい、なんかここニキビできそうな4日、何どうしよう、何を練習しよう、マイドリームかな、いやいつの日かだな。
いつの日か、あ、その前にちょっと発声練習して。ああ、ギターもありがとうございました、見てくれて。ちょっと365が少しずつ弾けるようになりました。もうちょっと完璧に弾けるように頑張ります。ということで本日の配信はこれにて終了といたさせていただきたいと思います。本当に本日はこのようなテンションの高かったり低かったりする配信を見てくださってありがとうございました。私こう見えてアイドルやってます。まあすごく華々しい経歴とかはないんですけど、これからまあそういうのもね、あのね、これから地道にね、あの雨にも負けず風にも負けず台風にも負けず豪雨にも負けずね、生きていこうと思っているので、あのぜひね、ああちょっと気になるなと思った方はこれからよし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 お願いします。はい、ということで、あ、帽子いい感じ、これナナさんにもらったんです、ありがとうございました。じゃあまたね、練習頑張ります。